岸川翔也は日本の卓球選手。168センチメートル68キログラム。ITTF 世界ランキング最高位は16位。段9位は7段。北京オリンピック、ロンドンオリンピックの卓球日本代表。福岡県北九州市八幡西区出身。幼い時から地元の石田卓球クラブで県産を積む。 北九州市立引きの中学校を卒業後故郷を離れ東北にスポーツ留学し2006年仙台育英学園高等学校を卒業在学中日本人として初めて夏のインターハイの男子シングルスで3連覇を達成した日本人以外を含めてもインターハイのシングルス3連覇を達成したのは岸川と総会エラだけである高校卒業後は大学には進学せず ドイツにわたり、ブンデスリーが一部に参戦し、卓球のプロ選手として活躍。2008年、世界選手権団体戦で、日本代表チームの一員として、銅メダルを獲得。続く、北京オリンピックにも日本代表と出場し、シングルスで一勝、団体戦で5位入賞。その後、2009年より所属チームをブレーメンから、名門のボルシア・ドゥッセルドーフに移籍し、 2009から2010シーズンにおいて、好成績を残すものの、チームの育成方針から対談が発表された。2009年横浜で開かれた世界卓球選手権において、水谷淳とのダブルスで、銅メダルを獲得。卓球個人種目では、男子で97年大会の松下浩二、渋谷広史組以来12年ぶりのメダルである。また、 同年10月のイングランドオープンでは格上である、陳衛星、陳、ティモボルを破り、ベスト4、入りを果たした。2009年のアジア選手権団体決勝の中国戦にて3番手で出場し、当時世界ランク2位の馬竜をストレートで下す、大金星を挙げた。しかし、チームは2から3で赤敗した。2011年ロッテルダムで開かれた世界卓球選手権において、 福原愛との混合ダブルスで銅メダルを獲得。同年のジャパンオープンでは、招致淵をフルゲームの末に下すと、準決勝で庭後期を決勝で水谷をそれぞれ圧倒し、優勝を飾っている。これが岸川のプロツアー初制覇となる。2012年ドンドンオリンピック男子シングルスに第12シードとして3回戦から登場し、パナギオティスギオニスを4から3で下すと、 4回戦で、第7シードの小銀を4から1で下して、準々決勝に進出し、第2シードの大明に0から4で敗れたものの、日本の男子選手では、史上初のシングルすごい入賞。2017年パナウル王国観光大使に就任。2019年8月から、ナショナルチームのコーチとしてもワールドツアーに帯同している、2020年の全日本選手権を、 最後に、本格的に指導者の道を歩むことを発表。2020年1月全日本卓球選手権大会、引退。ドライブ主戦型。特に、バックハンドの技術は非常に高く、日本の男子卓球選手に影響を与えたほどである。また、ダブルスでは、男子、混合ともに実績を残しており、水谷とは長くダブルスを組んでいるためか、非常に相性が良い。 ボルシアデュッセルドルフの岸川清成、ありがとうございます。